こんばんは。令和3年12月25日夕方の5時50分です。この場所は福井県の敦賀市にあります金ヶ崎緑地公園なんですが、どうも日本海側最大級のイルミネーションが見れるということでやってきました。それにしても寒いっす。画像では分かりにくいかもしれませんが、庫内壁が待ってるんです。6時から点灯ということなので、それに合わせてやってきました。右手の煙は火力発電所ですね。真ん中の山の中腹の方にはですね、金ヶ崎宮という神社があります。灯籠の形をした時計台を見ますとですね、古くからの港町だったんだろうなというふうに感じます。沖には大きな貨物船と海上保安庁の巡視船ですね。これは間もなく始まります。カウントダウンです。別の角度からも撮ってました。